千葉県立千葉東高等学校は千葉市稲毛区にある県立高等学校。地元を中心に千葉東、東高等略称、通称される。高等女学校を前身とする県内屈指の進学校で、旧帝大をはじめとする国立大学や私立でも総計上地及びマーチなど、いわゆる難関大学への進学、また千葉大学の合格者が非常に、 多いことが特徴である。千葉県内の県立高校で初めて普通教室に空調設備を取り入れた高校である。2008年から単位制高校に移行した。近年、生徒の現金が盗難に遭う窃盗事件や爆破予告を受ける威力業務妨害事件の被害にあった。1学年あたり8クラス。単位制に移行すると同時に45分授業7時間の 時間割編成になった。学習面では、英語、数学に特に力を入れており、数学の進度も速い。国語では、漢字テストが行われているが、合格点に達していないと追試が実施され、さらに不合格の場合課題が出る。授業時間以外にも希望性の補修学習が充実しており、毎年多くの生徒が参加している。全学年で夏休みに開かれているのに加え、 2.3年生は、さらに早朝、放課後、土曜日にも行われている。1年次のオーラルコミュニケーションの授業では、少人数授業を実施している。2年時までに全員理科を3科目履修することになっている。2年時の数学2の授業では、2クラスを3つのコースに分けた、修塾度別の授業が2012年度から行われる。これは、本校発の試みである。 三年時に分離に分かれるが、理系の方が、やや多い。理系は、数学、ファイクを履修する数学ファイクの授業と、履修しない、総合数学ベータという授業が用意されており、理系で、数学、ファイクを必要としない人にも対応している。科目選択詳しくは千葉東高校ウェブサイト、教育課程を参照。近年では、千葉大学との連携があり、 同大学の講義を受講することが可能なほか、教育学部の教員による、教員志望者向けの講座が土曜日に年14回開講されている。前者は本校以外でも実施されているが、校舎は千葉東高校オリジナルの試みである。単位制に移行したことによってどちらも卒業要件単位に加算することが可能になった。篠の目祭りと呼称される。春から計画を始め、 三年生の演劇やミュージカルがある。アメリカに姉妹校がある1.2年生は希望生で約15名がホームステイを体験できる。交換留学のため3月にはこちらから生徒がアメリカへ出向き1学期には逆にアメリカの生徒の方がこちらへ来校する。またオーストラリアの高校へのホームステイ体験も同時期に実施している。 これらの国際交流の先行に落ちてしまった人向けの日本国内のブリティッシュヒルズ英国議事体験プログラムも実施。ありがとうございます。